次にですね、今この不況に陥って、低迷が続いている日本経済なんですけれども、これは立て直しを図る上でどのような政策をお考えでしょうか。一つはですね、はい、日本経済長期的にはまず基本的にはもう国家戦略として人口を2050年、その今後2100年でも何人、まあ要するに国民の数ですね、維持するかと。でこれは私の考え方では1億維持すると。と今平均寿命が80だから出生率を125万すれば1億維持できるわけですよ。うん、だから2050年、まあ、2100年ぐらいも1億維持できると。2050年、2040年、2030年と。だから一番最初に経済復活するために必要なのは、要するに人口をどれだけを維持していくかということから発想していかないと、逆転の発想で。で手を打っていかないといけないか、まず一つは人口ですね、第一番目。第二番目は教育ですよ。日本のもう学力は世界で本当に国際競争力28番目って言われるように急激に落ちてますよ。もう私のとこも、マレーシア人、インドネシア人、中国人いるでしょ、優秀なんですよ。で彼らはもうやる気、モチベーションが高いんですよ。日本人の大学生はですね、モチベーションが低いし、もう意外と勉強してないんですよ。だからそういう教育をやり直すべきだと。でやっぱり、今子供とやってなんか言ってるけど、私は最初あれいいかなと思ったけどですね、やっぱり私は保育園はもう待機児童がゼロになるように今すぐでも、無認可保育園、無認可っていうこと自体がちょっとおかしいんですけどですね、今度なんか許可制の保育園という感じで、公立の保育園と別個にですね認めるらしいけど、もうそれも早くやって、これもですね、私が思うのはその日本の役所ってすべて規制してるんですよね。だから何平米にで、まあ、何人かに、対して何人のお坊さんいるっていうのはいいんですよ、部屋の間取りからトイレのスペースからああいうの全部規制するんですよね、はい、そういう規制があるから間違えて、だからもうその今無認可保育園でも別に事故起こしてないならですね、そういうところもある程度認めてそういうのを多く作って早急に、もうこれこそ3年以内にゼロに持っていかないとダメと思うんですよ、はい、それと同時に小中学校は全て無料、要するに制服から教材から全て、はい、昼食から、給食ですね、給食、そうすると所得の低い人は失礼ながら学校に行けば義務教育の間は着るものはある、昼だけでも腹いっぱい食べれると、で勉強を受けれると。でやっぱり言われるようにゆとりの教育は間違いで、これ人間って生まれた時からもう競争なんですから、だから教育もある程度もう競争させて落ちこぼれをどうするかですよ、教育をやっていかないと。だから高校の無償化もまだ後ですよね。それと大学ももう、まあ、独立法人になったから国立とかなんとか言わないけど、旧国立と言われてた大学はですね、やっぱり進級するときにはもうやっぱり単位を取らない人間、ちゃんときちっと勉強して単位を取ってない人間は留年させていくと、どんなにですね卒業生が少なくなってもいいから、厳しくするべき、と私立も当然そういう指導しながら、今度は私立大学はやっぱり専門分野ごとに必要なですね技術者がやっぱり日本は足りないから、はい、区分けすべきだと。今大学も産業化してるでしょ、学生集めて利益が出ればっていう考えだけに私立になってるから、それも変えさせるべきと。やっぱりですね、あとはドイツなんかにあるようにその職人大学、これは必要ですよ、そういうのをやらないと、はい、実はトヨタがあのアクセルの問題とか、石川島張場300億の赤字出した、全部あれ技術力の低下ですから、我々技術者がいました。で中小企業同友会で我々中小企業同友会の理事就任と麻生知事と県の幹部11対1で話した時に、もう私が麻生知事にあれ怒るべき人が怒りましたって言ったら、ちょっと知事はうなってたけど他のとこでそれを喋ったらしいんですよ。技術力の低下はガーの一員だって、実際そうですから、私の会社がほら
技術の高級専門店だから分かるんですよね。だからもういやシステム化してしまって、あんなアクセルでも私が、あの時話したのは昔だったら自動車にアクセルもつけてそれで何万回のテストをやるけど、今ロボットで、アクセル回数だけを10万回こうやってみたけど故障なかったと、そういうやり方するから、そして要するに、部品メーカーに発注する場合は一応設計図と使用書がありますよね。それに乗っ取ってやってれば合格になるわけですよ。あとは1銭でも安いところに頼むから、だからおかしくなるんですよ、